はい、皆さんこんにちは、岡本一郎です。本日は2022年3月2日ですね、水曜日、今日久しぶりにね、新潟駅の動画撮ってますね。まあ、動画の途中なんですがね、今日まあ久しぶりにね、新潟駅構内に入ってきたんでね、せっかく新幹線のね、改札まで入ってきたんで、新幹線の改札の中の、ニューデイズキオスク結局どっちなの、キオスクなのニューデイズなの分かんないけど、まあ、ここのねニューデイズが多分新潟駅の中ではね、この新幹線改札の中のニューデイズが一番大きいんでね、でお弁当の種類もめちゃくちゃ豊富なんでね、ちょっと久しぶりにね駅弁買っていこうかなと思います。まあ外のね、いつも買ってるね、あの新潟三線圏の駅弁屋さんもとてもね種類が豊富なんですけど、ね、今ちょうど、まあ、2時半ぐらいなんでね、2時半ですよ、ちょうど2時半、会社の仕事の休憩時間なんだけど、ね、これからねお弁当買って会社に戻っていつものようにね、食レポしていこうかなと思います。ちょっとまだ全然決めてないけどね、あの駅弁シリーズ第何弾第5弾ちょっと忘れちゃったな、第何弾か、何回かやってます、ね、過去動画もぜひご覧ください。これから買いに行きますよ。まさかいくらなんでもって、エビせんろちらしはね、前に食べたんで、のどぐろとにしん、数の子さき、いくらもうまそう、鮭の焼き付けも美味しそうだね。わあ、はらこ弁当も食べたいね。はらこ弁当ね、でもしいたけが多すぎてちょっとダメなんだよね。どうしようかな。悩む。新潟コシヒカリとかも食べてみたいけど、でもこのやっぱり山ほど積んであるこれにしようかな。これね、美味しそうだよね。もち豚とかも美味しそう。かき飯、わ、縁側押し寿司もうまそうだね。はい、なんと今日は村上牛しぐれにしてしまいました。1200円。いやとうとうね、前回悩んだんだけど今日はこれでいきますよ。はい、まあこれからね、今車に乗って会社に戻って、また会社でこの車の後ろで ね、お弁当食べようと思います。いやー、ものすごいあったかい日ですよ今日。3月2日はまあ快晴ですね。もう車の中はね、もう暑いぐらいですね。もうポカポカ陽気ですね。いやー、お弁当非常に楽しみでございます。会社に戻ります。レッツゴー。会社に戻ってまいりました。これうまそうだね。村上牛しぐれ、あの黒毛和牛、こう村上ってね、新潟でいうと、まあ下越地区、かなりね山形寄りの方なんですけど、上の方ですよね、北海道寄りというか上の方なんですけど、村上というね、村上市という町でですね、まあ、村上牛というのは昔から有名でね、まあ、美味しい牛肉、まあ、これといってちょっとちゃんと食べたことはないんだけれども、まあ、これがだから初めてな感じ、もしかしたら、ね、これからね、こちら駅弁村上牛しぐれ食べていこうと思います。いつものようにですね、僕のこの車の中でですね、ひっそりとですね、まあ、こう会社なんですけど、会社の駐車場でね、こっそりね、こういった車の後ろですね、これモビリオスパイクっていう車なんですけど、こういった感じでね、テーブルをまず設置しますね。テーブル、そしてね、こちらのツールボックスね、からですね、まあこうガスコンロとかが入ってたりするんですけど、まあとりあえず今日はねガスコンロ使わないんでね、まあこのね、ランチョンマットだけね、とりあえず敷いて食べようかな、雰囲気出すためにね。そしてドンですね。そしてさらにコップ、今日はコップだけですね。ね、お茶をね飲みながら食べますよ。冷たい生茶。今日はね本当に暖かい日ですね。車の中もポッカポカ。はい、ちょっと明かりがどうなんだろうな、これな。外もすごく明るいんだけどね、この黒いボードをつけてるからちょっといまいち明るくないんだけどね。早速ですね、開けていきますよ。うまそうだね。椎茸入ってないよね。ではいきますよ。ちょっとカメラ こっちにしようか。はい、開けますよ。はい、
うまそう。牛丼って感じっぽいね。牛丼っぽいね。あ、こんな紅生姜とか入ってるし。うわー、あ、またこれあれだ、ほら、茎わかめじゃないこれ。うわ、極めて茎わかめっぽい。うわ、美味しそうだね。でもいい匂いしてるよ。これはごぼうかな。ごぼう、卵、茎わかめ、あとは紅生姜。肉がとにかくめちゃくちゃうまそう。うわー、食べていこうか。せっかくだからこれ使ってね。うまそう。あのね、いい匂いするんだよね。楽しみですね。写真撮っとかなきゃな。写真。はい、では早速ですね、いただいていこうと思います。村上牛しぐれ、これちょっと待って、どこなんだ。あ、やっぱここ新潟三神県なんだね。新潟三神県さんですよ、ね。はい、椎茸入っておりません。いただきます。ちょっと最初にこれ言っとく。やっぱり新潟同じだもんね、多分ね。これちょっと言ってきます。あの、もうね、完全にあのおつまみの一個一個袋に入ってるみたいな、あの茎わかめと全く同じです、おそらく。うん、でもうまい、これ大好きなんですよ、僕好きなんだけど、うん、面白いですよね。あの梅味の方、こうピンクっぽい、うん、まっ、うん、僕はこれ好きです。うん、まあ、これおかずに入れるのはちょっとね、なかなか面白いなと思ったけど。では早速、このね、食べますよ。うまそう、うまそう。ご飯と一緒に、これはまあ酢飯じゃないよね多分ね。いただきます。うん、うまっ、うまいですね、三神犬。あ、結構ね、甘めですけどね、うん、味付けは甘いんだけど美味しい。あー、これはうまいね。うん、甘い、すき焼きのような味付けだったりするかな、割り下で、うん、味付けたような。うわ、うんめえ、これはうまいわ。うん、あの、これほんといい牛肉だっていうのがね、最近わかる。うん、いいのを食べたりしてたから。うん、焼いてこれ、うん、まあ、和牛の感じのね、やっぱり味がしますね。すごい美味しいです。うまい。せっかくならこの、おそらくごぼう。ま、うん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 、ごぼうだよな。うん、あ、おいしい。あ、これごぼうなんだよね、これね。吹きじゃないよね。ごぼうだと思うんだけど。うわ、美味しい。これ、うまい。これ、村上牛しぐれ食べたら、この、なんかこれごぼうだよね。めちゃくちゃうまいな。なんでこんな美味しいんだ。煮しめごぼう。この煮たごぼうね、美味しい。ものすごく。お米は新潟県産コシヒカリ。牛肉しぐれには村上牛。牛そぼろには国産牛。卵焼き、煮しめごぼう、茎わかめ、梅酢漬け。生姜、白ごま、そんな感じですね、入ってるものは。そしたら卵ももう食べちゃおうか。卵ね、美味しそうですよ、すごく。卵焼き、
うん、あ、美味しい、甘い、うん、うん、めっちゃ出汁が染み込んでる、うん、甘め、美味しいです、すごく、まあ結構お肉は割と細かいね感じだったりするんですけど、でも味付けもお肉もね、お肉が実際美味しいっていうのがね、こう分かる感じがしますね。とってもね美味しいでした。うん、めちゃくちゃ美味しい本当に。このちょこっとだけねそぼろの部分があるんですね。ちょうどこのそぼろの部分をねこの紅生姜で隠すってところがなかなかねなかなかの手ですね。これはそぼろはね国産牛って書いてありましたね。村上牛ではない。食べます。そぼろねうまいんだけど結構味薄いですね。薄め、うん、そぼろちょっとね主張が弱いですね、うん、国産牛だからとかでは多分なく単純に味が薄い感じがする、うん、なこれ村上牛ね、うん、ほんとこれめっちゃ、あ、めっちゃうまい。うん。抜群にうまいですね、これ。うん。うまっ。うまい。村上牛うまいね。最後の一口をこれで終わらせたくはないから先に食べますね。茎わかめうまいんだよこれ。うまいんだけどもろあれ村上和牛お弁当最後の一口です。もう牛ほとんどないけど、ない。めちゃくちゃうまかったっすね。これも当たりですね。あー美味しかった。はい、いかがだったでしょうか。村上牛しぐれ、これもめちゃくちゃおすすめですね。1200円です。ってことはだよ、ってことは
この村上の和牛、黒毛和牛のお弁当よりも海鮮の方がやっぱり高いっていう感じになりますね。ね、まさかいくらなんでもだったっけ、あ、エビせんろちらしか、まさかいくらなんでもはいくらだったかな忘れちゃったんだけど、最初に食べたね、縁側サーモンも1380円、そしてエビ千両ちらしも1380円、そしてこれは1200円だったんでね、だから海鮮よりは若干安いね。だけどもやっぱり本当にね、まあ書いてある通り村上の和牛を使ったね、牛しぐれ、まあ煮込んだような感じですかね。まあ若干こう牛丼に似てる感じの雰囲気ではあるけどもね、甘辛く煮たい感じですね。めちゃくちゃ美味しかったです。1200円ね、とてもおすすめでございます。はい、まあ新潟駅の弁当をね、駅弁をまあ食べ尽くせというね企画をやっておりまして、第5弾ぐらいなんだけれども、多分確かまあもともとマックス弁当とかから始まったんでね、そう遡るとね、新潟のまあ駅弁はね何個も僕は食べてるんですけども、まあこうシリーズ化してね今後もやっていきたいと思います。とてもね美味しくいただけました、駅弁シリーズ。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイバイちょっと口噛んだね、さっきバイバイ。